ビルダブは、フランス、イルド・フランス地域圏、オードセーヌ圏のコミューン。ビルダブの池、コローがかつて、ビルダブには、パリ地域で、最も水質が良いとされる王の泉があった。ルイ16世は特別な時に水を利用した。1815年、ナポレオン戦争の百日天下での終盤、第七次大仏大同盟のプロイ戦軍に対して、 大陸軍最後の勝利を収めたロック・アンクルールの戦いでは、エグゼルマン将軍とピレ将軍らがこの地で戦った。不仏戦争中の1870年9月30日、プロイセン軍によるパリ包囲戦の最中、郵便物を運ぶ名称不詳の郵便気球がイタリア大通りに姿を現した。ビルダブの前線で気球はプロイセン軍に撃ち落とされた。 画家ジャンバティスト・カミーユ・コローは、ビルダブに、たびたび滞在し、風景画を描いた。彼が描いた街の池は、現在、コローの池と呼ばれている。1903年に開始された第一回ツールド、フランスのゴール地点である。参照元、1968年以降陰性。ありがとうございます。